東武100系電車は東武鉄道の特急系車両。日光線特急列車用として1990年6月1日に営業運転を開始した。一般公募によりスペーシアの愛称が与えられている。1991年までに6両編成9本がアルナ工機と東急車両製造で製造され、同年9月1日に1720系を全車、置き換え、 日光線、絹川線系統の特急列車は本系列に統一された。1990年に通称産業省グッドデザイン商品に選定され、1991年に鉄道ともの会ブルーリボン賞を受賞した。なお、スペーシアの名称は東武鉄道の登録商標であるため、他の鉄道会社は輸送駅無他の商標として使用することができない。 本系列の全体の設計コンセプトとして、ファーストプレジャーを掲げた。前面は、非貫通の流線形である。車体は、東武鉄道で、初めての採用となる、オールアルミ合金製とされ、軽量化と低重心化が図られている。また、客室の静粛性に特に配慮した結果、床部分の厚さが、仙台特急車の1720系の50。 ミリメートルから130ミリメートルと大きくなった。客用扉には、外扉き式のプラグドアが採用され、側面の平滑化が図られた。車体塗装は、登場当初は6050系に習い、ジャスミンホワイトを基調にパープルルビーレッドと、サニーコーラルオレンジの帯を巻いており窓周りを黒としていたが、工事するリニューアル工事によって現存しない。 105から108編成には後年転落防止ホロが取り付けられた。内装は銀座東部ホテルのデザインを手掛けたこともあるロバート・マーチャントによってデザインされている。1から5号車の座席は横にプラス2列の4、アブレストで回転式、リクライニングシートである。座席の前後間隔は 1100mm、全座席にフットレストが装備され、これらに関しては、 JR のグリーン車のみである。当初はヘッドレストにスピーカーが内蔵されており、オーディオサービスが実施されていたが2001年に終了し、その後スピーカーは撤去された。3号車にはビュッフェや自動販売機がある。サービスカウンターではかつて英会話のできるスペーシアアテンダントが乗車しており、主に外国人観光客向けにサービスを行っていたが、 現在はアテンダントの乗務はなく、ワゴンによる車内販売のみとなっていてその基地として使用されており、車内販売のある列車で、ワゴンによる巡回のない時とビュッフェ営業を行っている列車は飲食物を購入することが可能である。また、電話室もあり、テレホンカード専用車内電話があったが、猛賀停波のため2012年3月31日で撤去された。トイレ、 洗面所は1.46号車に設置されている。トイレはいずれの車両も洋式和式の双方があり、便器の洗浄は水色のボタンを押すタイプの電動ボタン式になっている。また、各号車の自動扉式出入り口の上には、ビュッフェ営業中、男性トイレ使用中、女性トイレ使用中のインジケーターが備えられている。洗面所には自動蛇口ともに、 手動無段階温度制御タイプのサーモスタットカランも備えられており、通常冷水温度から約40度までの温水が使え、AC100V 電源口が1箇所と温風式のエアータオルも装備されている。6号車には4人用個室が6室設けられている。ホテルの客室を意識した設計で、床面全体にカーペットが敷かれており、テーブルは大理石製である。また、 通路よりには収納式のマガジンラックを備える。このコンパートメントは JR 船内ではグリーン車扱いとなる。登場当初は個室からビュッフェへ注文できる通話装置やオーディオサービス、電動操作式のブラインドなども設置されていたが、注文した飲食物をビュッフェから直接提供するサービスが廃止されたため、後に撤去されている。覚悟者は トブフリー Wi-Fi に対応したインターネット Wi-Fi 回線も2015年11月から装備している。車内放送には自動放送装置も装備されており、これはスペースやキヌ川の JR 線区間にも対応している。主回路制御システムは日立製作所製の大容量、GTO サイリスタ阻止による VVVF インバータ制御を採用した。 インバータ装置1機で8個の主電動機を駆動する 1C8M 方式である。日本で有料特急に供される電車において VVVF インバータ制御を採用したのは営業運転開始ベースでは本系列が最初であった。主電動機は1時間定格出力 150kW、定格回転数 3330rpm の カゴ形三小誘導電動機を一両あたり四個装備する全電動車方式である。編成として、高出力となっているのは最高速度時速 130km の高速運転を想定していること、また25%パーミルの勾配と曲線の連続する日光線北部の運転条件に適合させるためである。駆動装置は TD 継手式平行、カルダン方式で、 歯車比は85、16である。軌道加速度は時速 2.0kms であるが、低加速領域も約時速 100km 付近までと高速性能を重視しており、当初計画の時速 130km 運転に備えている。また、乗り心地改善のためジャークコントロールされており、すぐに時速 2.0kms の加速度にならず、 徐々に加速度を高めていく仕様であり、ノッチオフの際も徐々に電流を下げる絞り込み遮断を行い、加速、減速時の前後衝動が2000年以降に製造された新型車両と比べても格段に少ない。加えて、時速 60km 以上では任意の速度で設定可能な低速走行装置も装備する。台車は一本リンク式の牽引装置を用いた。 ボルスタレス式を採用した。軸箱腰磁方式は SU 民電式。固定軸距は 2300mm である。乗り心地改善のため1991年に落成した105から109編成には、溶断波を装備し、合わせて未装備の編成も後年追加装備された。ブレーキシステムは改正。発電ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキで、 常用ブレーキ時に回生ブレーキを併用するほか、非常ブレーキ時には発電ブレーキを常用する。また高速運転に対応するため、滑走再粘着制御並びに粘着パターン制御を行う。基礎ブレーキ装置には踏み面ら片押し式のユニットブレーキを採用し、降雪時を考慮して、焼結合金製のセーリングを用いる。他にそもそも即ブレーキ、降雪時に、 雪の付着を防止する抑圧ブレーキを装備している。空調装置は、冷暖房兼用ヒートポンプ式集約分散計を採用し、各社に3機、内視4機搭載する。補助電源装置は、東芝製 DC、DC コンバータと静止系インバータを組み合わせた、容量149馬のものを両先頭車に搭載する。106から108編成の3本については、 2005年度に JR 線直通改造が行われ、車両への ATSP 型車上装置、JR 専用列車無線装置、EB 装置、手装置、信号円管の設置工事と JR 方式の座席番号表示ステッカー並びに、個室車両へのグリーン車マーク貼り付けが行われた。JR 新宿駅まで乗り入れる東武100系。 スペーシア・キヌ川左は JR253 系による成田エクスプレス。同形式は後に日光、キヌ川に転用東部日光線、キヌ川線系統の特急、キヌ、ケゴン、伊勢崎線系統の特急、スカイツリーライナーの一部に使われる。キヌ、ケゴンをまとめて案内するときに、本来は車両愛称のスペーシアが列車愛称の意で使われることもある。また、 日光線栗橋駅から東日本旅客鉄道東北本線に乗り入れて新宿駅東部日光駅、絹川温泉駅を結ぶ直通特急スペーシア絹川、スペーシア日光にも使用される。このほか、朝に2本設定されている東部日光駅発毛、今市駅業の特急連絡にも使用されている。臨時列車2017年6月24日、大宮那須塩原間で スペーシアナスの号として 100K106 編成による臨時列車が運行された。JR 線内のみで完結する区間を運行したのは初めてである。同列車は2019年6月30日にも同区間で 00K107 編成により運行された。2017年10月には夜行列車日光夜行にも投入された。二千十九年ゴールデンウィーク中には 武蔵野貨物線、武蔵野線、中央本線を走行するのは、この時が初めてであった。ハンデー VVVF、制御装置、APU、補助電源装置、CP、空気圧縮機、PT、終電装置等部が2011年5月に、発表した2011年度の事業計画で、本系列の客室内装のリニューアルを実施すると、言及したが、同年12月に、 その詳細が発表された。主な発表の内容は以下の通り。最初にリニューアルを施行した105編成、宮城は2011年12月29日から営業運転を開始した。続いて109編成、行きが2012年2月6日に、さらに103編成、サニーコーラルオレンジ基調が2012年3月4日に、それぞれ運行を開始した。 その後、宮城は3月30日に102編成、6月1日に107編成が運行開始され一足早く出揃った。また、行きも4月28日に108編成、7月1日に101編成が運行開始されこちらも出揃った。最後に残った、サニーコーラルオーレンジ基調も7月26日に106編成が オリジナルカラーのまま最後まで残存した104編成も8月27日をもってリニューアル工事試行のため運用を離脱し試行後9月30日に運行開始され3種3編成が出揃った2014年1月108編成の行き先表示器が電動幕式からフルカラー LED 式に更新され他の編成も順次更新された2015年に 日光東照宮400年式年大祭が行われることを記念して、103編成の外観カラー、窓枠体、ラインカラーに、日光日社一時の建造物に使用されている荘厳な金色、重厚な黒色及び艶やかな朱色を配し、世界遺産である日光日社一時の色鮮やかな代表建造物をイメージした特別塗装者、日光参りスペーシア都市。 2015年4月18日から運行を開始した。なお、103編成のモハ103から1、モハ103から6の左右側面には、日光参りの文字と日光東照宮の眠り猫や、三円をデザインした日光参りエンブレムを掲出するほか、車内の一般席、個室席のヘッドカバーも、貴重色の金色に合わせて同じ色調に変更している。さらに、 同年7月には JR 直通対応車の106編成も日光参りスペースや塗装に塗り替えられた。内外装は103編成と同一箇所の変更に加え、もは106から6の個室内の壁クロスを金色に変更して金の個室にすることでより特別感が溢れる仕様としている。また、スカート側面両側にシャモンシールが貼られている。なお、104編成は サニーコーラルオレンジのままながら日光参りのロゴを掲出して運転されているのでリニューアル塗装でサニーコーラルオレンジになった3編成が日光参りに指定されている。2017年4月28日に発表された東部グループ中期経営計画2017から2022は施策として500系の増備、フラッグシップ特急車両の導入と記されているが 100系の置き換え計画について、現時点で発表はない。ありがとうございます。